欧州ではユーロ2024が開催され盛り上がりを見せている中、移籍市場では様々な噂が飛び交っている。そこで今回は国内外でプレーする日本人選手の移籍情報についてお伝えしていきます。この夏の移籍市場でビッグクラブへ移籍を果たす日本人選手は出てくるのでしょうか。どうぞ最後までご覧ください。伊藤博樹、先日ドイツの名門バイエルミュンヘンへの加入が発表された伊藤博樹。3年前には当時 J2 のジュビロ磐田でプレーしていた伊藤はシュツットガルトでの活躍により一気に評価を上げ、わずか3年でビッグクラブへの移籍を果たすこととなった。今回のバイエルミュンヘン加入について伊藤は、世界最大のクラブの一つでプレーできることを大変光栄に思います。バイエルンという名前は日本でもよく知られています。新たな一歩を踏み出す時が来ました。僕にとってバイエルンは完璧なクラブですとコメントしており、バイエルミュンヘンでの活躍を誓っている。ドイツの名門で伊藤は今後どんな活躍を見せるか注目したい。鎌田大地、昨年夏にフランクフルトからセリエ A ラツィオに加入した鎌田大地はクリスタルパレスへの移籍が決定的と報じられている。ラツィオ加入後、シーズン中盤は出場機会に恵まれなかった鎌田だが、今年3月にポール・トゥードル氏が監督に就任。その後は出場機会を得るようになり、シーズン終盤にはスタメンの座を勝ち取り主力としてプレー。第37節インテル戦では先制ゴールを決めるなどの活躍を見せる。シーズン終了後、ラツィオは鎌田に新たな条件での契約延長を提示していたが合意には至らず、新天地を求めることとなった鎌田。その鎌田の移籍先として浮上したのがイングランド、プレミアリーグのクリスタルパレスだ。フランクフルト時代の恩師であるオリバー・グラスナー監督が指揮を執るクリスタルパレスへの加入について現地の記者は、第一鎌田がクリスタルパレスの新しい選手として2年契約にサインしたと理解している。メディカルチェックも完了し、フリーエージェントでの契約が確定した。パレスからの発表は現時点では7月上旬を予定していると報じていて、世界最高峰とも言われるプレミアリーグにまた一人日本人選手が挑戦することになりそうだ。高岡蓮斗、日照学園のフォワード。高岡蓮斗は高校卒業後の2025年3月にサウサンプトンへの入団が内定。今後が期待されるストライカーの一人だ。 U17 日本代表としても活躍する高岡は昨年の U17 ワールドカップでは4得点を挙げ、日本の決勝トーナメント進出に大きく貢献。高岡の加入についてサウサンプトンはクラブの公式サイトで、高岡はクラブと国際レベルで定期的に得点を挙げ、最近では2023年の U17 ワールドカップで印象的な活躍を見せ、駆け出しのキャリアで好調なスタートを切った。この若者はグループステージで4得点を記録し、日本はインドネシアで行われた大会でベスト16に進出したと高岡を紹介。さらに2025年3月に正式に加入するレントを迎えることを楽しみにしていますとも伝えており、高岡の加入は現地でも期待されているようだ。過去には吉田麻也や南野拓実も在籍したイングランドの古豪で、高岡はどんなプレーを見せるのか注目したい。毎熊聖也、セレッソ大阪所属の日本代表ディフェンダー毎熊聖也は先日オランダ一部 AZ への完全移籍が発表された。日本代表の右サイドバックとしても活躍する毎熊は今年1月のアジアカップで大きな存在感を見せ、決勝トーナメントのカタール戦では2得点に絡む活躍。森保ジャパンでは数少ない国内組の毎熊は昨シーズン J1 ベスト11に選出。所属のセレッソ大阪でも今シーズン開幕から主力としてプレーするなど注目を集めていた。今回の海外挑戦について、最初の小さなきっかけはワールドカップを見ている時で、同じ J リーグで戦っている選手が出ていて、 J リーグだと別格の存在でもワールドカップの舞台になると海外組の勝負強さやタフさが出てくると感じました。それでも J リーグでやれると思っていましたけど、自分が代表に入ると海外組との違いを肌で感じて、そこから意識するようになりましたと語る毎熊。今後については、僕が今新しい挑戦ができるのはセレッソファミリーの皆さんの支えがあったからこそだと思っています。皆さんの思いを胸にオランダの地で満開の桜を咲かせてきますと話していて、その言葉通りオランダの地で桜を咲かせることができるか、マイクマの今後に注目したい。菅原由紀成、マイクマが加入することとなった AZ には
現在同じ日本代表ディフェンダー菅原由紀成が所属しているが、菅原にも移籍の噂が出ている。菅原に関心があると報じられているのはエバートン、ブライトン、インテル、アタランタ、ボルフスブルクなどの欧州5大リーグのクラブ。同じ日本代表選手が欧州5大リーグでプレーする現状について、バイエルンに伊東選手が移籍したり、遠藤選手がリバプール、富安選手がアーセナル、そういう選手に選手自身が憧れるというか、プレミアリーグの舞台もそうだし、クラブもそうだし、そういう移籍を見ると負けてられないと語る菅原。自身の去就については、盛り上がってくれればくれるほど僕は嬉しいというかね、そういう話があることがまず嬉しいとは思いますし、もちろん僕が知らないような話も出ているのは事実ではあるんですけど、僕自身オランダで5年いてというのもあって、もう少し自分自身高いレベルに持っていきたいんだったら、決断するべきタイミングが来ている。それが AZ に残ることなのか、移籍を選択するのかということもそうですし、自分自身サッカー人生において分岐点に立っているのは間違いないと思う。移籍するしないとかじゃなくて、この時期は本当に非常にタイミングだと思う。自分のキャリアを考えた上で最善が選択ができるように毎日考えていますとコメントしており、菅原の今後の去就にはさらなる注目が集まりそうだ。町田浩樹、日本人選手が多く所属するベルギーリーグ、その中で移籍の噂が出ている選手の一人がユニオンサンジロワーズに所属する日本代表ディフェンダー町田浩樹だ。セリエ A やプレミアリーグなどの複数クラブからオファーがあると報じられている町田は、先日のワールドカップアジア2次予選シリア戦に先発出場、3バックの一角としてプレーし、日本の勝利に貢献している。町田の移籍先の候補として挙げられているのがプレミアリーグのトッテナムで、現地のメディアは、左利きのディフェンダーである町田は今季求められることが多かったとポステコグルーが認めた見事なニッキー・ファン・デフェンに競争とカバーリングをもたらすかもしれない。日本人ディフェンダーを獲得すれば、あまりスパーズの予算を減らすことなく問題を解決し、ポステコグルーがオーバーホールを続ける助けとなる可能性があると報じている。プライベートでは先日結婚を発表した町田、三笘薫や冨安健洋などのようにベルギーから欧州のビッグクラブへのステップアップとなるのか注目したい。久保建英、日本の至宝と呼ばれるレアルソシエダの久保建英にも移籍の話題が報じられている。移籍先として報じられているのはリバプールとトッテナム。リバプールは今年31歳となる。モハメド・サラーに移籍の噂が出ており、サラーの後継者として久保をピックアップしているという。今シーズン限りで退任するユルゲン・クロップ監督の後任としてアルネ・スロット新監督が就任するリバプール。現地メディアは久保のリバプール加入について、アルネ・スロット監督の新時代を始めるにあたり、リバプールは前線の強化を願っている、久保獲得を望んでいるのは彼が極めて才能ある選手だからだ、クラブは彼に成功を収め適切な指導と試合時間を与えればエリート級のウインガーになるだけの資質が揃っていると信じている。久保の加入はチームに価値と層の厚さをもたらす。30代後半へ向かっていくモハメド・サラーはフレッシュにビッグマッチへ臨むために休息が必要となると報じている。一方のトッテナムはかつて横浜 F マリノスでも指揮を執ったアンジェ・ポステコグルー氏が監督を務めており、ポステコグルー監督は久保の加入を熱望しているようで、一部報道ではトッテナムは久保獲得のために5000万ユーロ、約84億円のオファーを提示したとも報じられている。リバプールかトッテナムか、久保をめぐるピッチ外での戦いにも注目したい。中井卓弘、レアルマドリードから今シーズン期限付き移籍でスペインサンブラージョマハダオンダでプレーしていたピピこと中井卓弘は今季終了後の去就が話題になっている。ラージョマハダオンダでは今シーズンスタメン出場は5試合、ゴールアシストともにゼロ、チームも4部降格という厳しいシーズンとなり、中井は自身の SNS で経験と学びのシーズン、来シーズンも頑張りますと語っている。今後一旦はレアルマドリードに復帰することとなる中井だが、一部のファンからは J リーグでのプレーを望む声も上がっており、スペインを含めた海外での挑戦を続けるのか、 J リーグでのプレーを選択するのか、この夏の中井の去就に注目したい。鈴木ザイオン、シントトロイデン所属の日本代表ゴールキーパー鈴木ザイオンはマンチェスターユナイテッド、
ジェノバなどが関心を寄せていると報じられている。過去にもマンチェスターユナイテッドからのオファーがあったものの、これを断り、シントトロイデンへ加入したという鈴木。当時のインタビューで鈴木は、今自分が日本で試合に出れてない中で、マンチェスターユナイテッドはオナナ選手を獲得していて、その中で出れるレベルにあるかを考えた時に、自分でもなかなか難しいなというふうに評価しました。ただどちらも本当に素晴らしいクラブであるっていうのは間違いないので、今行けなくても必ず数年後にはまた戻ってきたいと思っています。着実にステップアップするために今回の移籍を決断しましたと話しており、自身のステップアップのためシントトロイデンへの加入を決断したと語っている。シントトロイデンで経験を積み、日本の守護神に成長した鈴木はこの夏、赤い悪魔の守護神としてプレミアリーグへ挑戦するのか、今後の動向に注目したい。今回は移籍市場を賑わす日本人選手の移籍情報についてお伝えしてきました。今後も国内外で活躍する日本人選手のホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。